ホルツァソークルワは、富山県富山市総クルワにある映画館。富山市が出資する第三セクター、町づくりと山が運営する公設民営の映画館である。176席の1スクリーンを備えている。2007年から約9年半にわたって運営されたが、2016年10月から休館している。富山の文化発信の場として、 独特の存在感を放っていたとされる。パンフレット類と山市中心部のソークルワにあり、富山地方鉄道富山機動線の停留所から徒歩圏内である。ソークルワ通り商店街に面した、ウィズシネマビルの4階5階部分にあり、映画館の座席数は176席、96席のライブホールと会議室を併設している。ホルツァとはイタリア語で、頑張れ、支援するという意味。 ロビーホルサソークルアは市民たちが自ら映画館の運営に関与するコミュニティシネマに分類される。先例には NPO 法人が運営するシネマテイク高崎や深谷シネマなどがあり、フォルサソークルアと同じ公設民営方式のコミュニティシネマには市が開館シネマホールがある。全国で初めて認定された富山市の中心市街地活性化基本計画は、 公共交通の利便性向上、賑わい拠点創出、街中居住推進の3本柱であり、ホルツァソークルワの開館は、賑わい拠点創出のための事業に含まれている。閉館時の年間運営費は約4500万円、入場料収入は約3000万円であり、差額の約1500万円は、富山市からの補助金によって賄われていた。 2015年度の補助金額は1544万円であり、2016年度の補助金額は857万円だった。2007年度の年間観客数は8495人と伸び悩んでいたが、その後は増加を続け、2010年度には14150人となった。閉館前数年間の年間入場者数は、 約2万8000人であり、1日平均70から80人を記録していた。中心市街地活性化基本計画では2011年度の来客見込み数を1日あたり300人と想定しており、実際の来客数は想定を大きく下回っていた。アート系作品、カルト作品、社会派ドキュメンタリー、富山出身監督作品などを積極的に上映した。 ジョン・カサベテス、エミール・クストリッツァ、ジャック・タチ、若松浩二などの監督の特集上映も行っている。監督では若松浩二や塚本真也、俳優では奥田英二、安藤桜、井浦新たなどがホルツァソークルアを訪れている。2016年2月に閉館決定と報じられた時にはベトナムの風に吹かれて、 アンジェリカの微笑み、ホワイトゴッド少女と犬の教師曲、恋人たち、真珠のボタン、創造と神秘のサグラダ・ファミリアなどを上映していた。年末年始には、もの作品を集めた特別プログラム、不思議図鑑を開催しており、2015年末 -2016 年始の第5回イベントでは、ベルナルド・ベルトルッチ監督の暗殺の森、ベルナー・ヘルツォーク監督の カスパーハウザーの謎、ドキュメンタリー作品、世界一美しい本を作る男、松井大吾監督の、私たちの母、カルトホラー作品、ムカデ人間三部作を上映した。ホルツァソークルワは、富山短編映画祭や、富山水辺の映像祭の会場となっていた。ソークルワ通り商店街かつての富山市、中心市街地には、東方山と、富山東映。 富山ニュースカラーザなどの従来館があり、1990年時点の富山市には14館もの映画館がひしめいていたが、シネマコンプレックスの交流などもあって、1990年代以降に次々と閉館した。かつて、ウィズシネマビルには、中心市街地最後の映画館として、富山小地区ウィズシネマ1.2があったが、2002年に閉館となった。ウィズシネマビルを買収した、 不動産業者は2006年9月22日に建物の4階5階部分を富山市に寄贈。富山市は1億2500万円を投じて、同ビルの一部を映画館、ライブホール、会議室に改装。街づくりと山が選んだ3つの候補からインターネット投票を行い、最多得票を獲得したホルツァソー・クルワが正式な官名に決定した。 2006年7月から週末のみ映画を試験上映し、10月から改築工事を行った。2007年2月24日にフォルサソークルワが正式に開館。初日の2月24日にはウエストサイド物語の上映とトークイベントを行い、2月25日には雨に歌えばの上映とトークイベントを行った。ウエストサイド物語の客入りは、 座席数の半分程度と今一つであり、開館時の認知度は高くなかった。映画館の運営は、富山市が出資する、第三セクター、町づくりと山、事務局長はそれまで銀行に勤務していた、室伏正子。なお、富山市が、フォルツァソークルは同様に、ソークルは通り商店街で、開設準備を進めていた、越中食材にぎわい横丁は、 ホルサソークルワの翌月の3月10日にオープンしている。スコーラ・ホルザがモデルとした桜坂劇場、と山賞を受賞した無防備は全国公開に先駆けて2009年6月にホルサソークルワで先行上映され、6月13日14日には市政監督のトークイベントが開催された。同年には町づくりと山が富山市で短編映画 オンタマオンタイムの制作を企画した。富山市のアマチュア劇団や富山大学の劇団などが出演し、ソークルワや中央通り商店街で撮影を行った後に10月24日から10月30日までフォルサソークルワで上映した。2010年3月14日の開館3周年記念イベントでは、比較文学研究者の金子幸男が、ナルセミキオの作品について講演した。 3月6日には、経済学者の小倉敏丸が、パレスチナ問題に関する作品の解説を行い、4月には、科学海洋学者の張強氏が、ドキュメンタリー作品の解説を行った。桜坂劇場の桜坂市民大学とモデルとして、同年5月には、ライブホールや会議室などを開催場所とする講座、スコーラ・フォルツァを開講した。映画制作、雑学、教科書、 カメラ、食卓、落語の6講座が開講され、一般市民がその分野の専門家に学んだ。2011年の東日本大震災後には、理災証明書を提示した観客は無料で鑑賞できるサービスを行った。2012年5月26日には、内部被爆を生き抜くと、バチの葉音と地球の回転の公開に合わせて、釜中瞳監督のトークイベントが開催された。 同年9月29日には11.25時決の見島幸男と若者たちの上映に合わせて監督の若松浩二と出演した井浦新のトークイベントが開催された。2013年6月8日には千年の湯楽の上映に合わせて出演した井浦新と大西の文によるトークイベントが開催された。二千十四年には約四百万円の予算で、 デジタルシネマ上映設備を導入した。2015年には、塚本深也監督ののびを上映し、秘市出身の鎌中瞳監督や伊水市出身の一井正秀監督などにも高く評価され、俳優の井浦新や安藤桜が来館した。2015年9月には、クザビエドラン監督の特集上映を行い、胸騒ぎの恋人、私は、ロランス、マミーマミー、 エレファントソング、鏡を上映した。2016年2月21日には、一人一人の戦場最後の冷戦パイロットの上映後に、楠山忠之監督を招いたトークイベントを行った。休館の引き金となった、JMAX シアターと山口述するシネマコンプレックスの会館が決定したことから、2016年2月25日、富山市は、 フォルサソウクルワを休館させる方針を明らかにした。富山市は2016年度上半期分の857万円で補助金を打ち切ることを決定。これにより、街づくりと山の判断でフォルサソウクルワの休館が決定した。6月3日には、8スクリーン桂川178席を有する JMAX シアターと山がユータウンソクルワに開館。JMAX シアターと 山は、富山市の中心市街地発のシネコンであり、ホルサソークルワからわずか200メートルの距離にある。ユータウンソークルワの総事業費84億円のうち、約38億円は、国、富山県、富山市が負担している。休館決定後には、富山市民らによって、ホルサソークルワの未来を考える会が発足し、富山市に対して、 休館決定の経緯や今後の計画を問う書状を提出している。富山市中心市街地活性化推進課はあくまで休館と主張しており、映画館として再開するか違った形で活用するかは今後検討していくとしている。公式サイトによると2016年7月末時点の総上映本数は1000本帳であり、将来館者数は映画館賞が13万7000人。 その他が9万7千人だった。シネマスコーレ支配人の木又住春は、富山県のようにミニシアターがゼロになると、シネコンからは得られない多彩な情報が、その地域の文化から喪失すると述べている。人気投票で選出した100円の声を最終上映作品とし、9月22日の最終上映には200人以上の観客が詰めかけた。最後のプログラムは、 100円の恋の他に、疑惑のチャンピオンと、バベットの晩餐会だった。同日には、フォルサソークルワの思い出を語る夕べを開催し、バベットの晩餐会の一場面を模したフランス料理の食事会には44人が参加した。9月23日には、ピストン藤井が主催する音楽イベント、藤井ロックフェス2016秋見切り発射の郷土アイリサイタルを開催し、 100人以上が訪れた。9月25日には、最後の主催企画として、フォルツァ文化祭2016を開催し、ドービル内のカルチャー教室の生徒らによる、ベリーダンス、フラメンコ、写真展などが行われた。2016年11月25日には、フォルツァソクルワから東に200メートルの中央通り商店街内に映画と音楽をテーマとしたカフェ、ホトリ、 ほとり座が開店した。初上映作品は、アメリカ合衆国のドキュメンタリー、シーモアさんと大人のための人生入門だった。約60平方メートルのフロアには20席が設けられており、3D 作品や 4K 画質にも対応した A 射機を用いて、2.6メートル1.5メートルのスクリーンで上映している。5.1CH サラウンドのスピーカーシステムを備えている。 そもそも、ホトリ座は、ホトリというお店の中での映画部門の名称であり、店舗の名前ではない。ホトリは2014年4月にスタート。ライブを主体としつつ、サブカルチャーのトークイベントや個展、ハンドクラフトなどのワークショップなどを行っている、イベントスペースであったが、シネマカフェとして改装しオープンした。また2018年7月からは、ビルの1階に、 サンドウィッチと日本茶専門のカフェも併設している。独自目線での作品選びには県内外問わず定評があり、他県からの訪問者も少なくない。映画館ではないカフェ空間の中での映画鑑賞という新感覚な部分にも注目が集まっている。2017年9月には富山市芸術文化ホールと小鳥座が初のコラボ上映会を開催し、ダンサー、 セルゲイ・ポリューニン世界一優雅な野獣を上映。満員御礼の大好評となり、2018年も開催している。1990年の映画館、消えた映画館の記憶を参照。ありがとうございます。